どうも、アンダーソンです。22日目になるんですね、もうね。よく続いてんな。で、何度かね、元気に過ごさせています。で、まあ、ここまで来ればもうしくじりたくはないですね。気をつけてやっていこうと思いますよ。で、朝の部スタートします。こっちも寒いんだよな。ちょっとね。あ、いいよ。よし。あ、わかっとるよ。これぐらいで機嫌が回復してくれるから。飯食いたいなって言ったな、今。雑に飯を放り込みますよ。おーれ。飯に背向けましたね。食わねえのかな。あ、やっぱ舌伸ばしてんな。食った後、ドヤ顔でこっち向くんだね。おはよう。よし、こんなもんか。おはようございます。おはよう。借金取り ローン会社以外からだと友達ね。遊びか。うん。電話会社が儲かるわけだよ。暇つぶしに1割を払ってんだから。いや、遊びに行こうという誘いだったんだけどね。前って待ち合わせの約束をしなくなったな、最近の人間は。いや、携帯電話でするようになったよ。だってさ、どこそこで今飲んでんだけど、これから来ない？なあ、そんなのばっかりだろ。ああ、その話したね。それはそうだ。ああ、その通りだ。おや、買い物。お使い。だから人の親をそいつとか言うなよ。買い物。買い物が理解できないんだ。ムカつかれても、わしとしてはどうしようもないけど、ふる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 。ムカつかれたらくすぐるに限ります。ちょっと笑ってる。もう一回同じ話題振ってくるかな。ちょっと待ってみますかね。湿度はね、なるだけ100に保った方がいいっていう話なんだよね。チンチン加えてる。どういう遊びそれ。だんだん今までしなかったことをするようになりましたね。にしてもこいつはこうしてね、わしが引いてあげたらあったかくなってきた言ってるけど、こっちはこれなんだ、15度だ。まあまあ寒いな。やっぱり私あんまり寒がりの方じゃないんですけどね。外見てんな。なんか気になるもんでもあるんかな。腹減ってない？はあ、友達。遊びか。電話会社が儲かるわけだよ。暇つぶしに1割を払ってんだから。前もって待ち合わせの約束をしなくなったな、最近の人間は。それは携帯電話のせいだ。だってさ、どこそこで今飲んでんだけど、これから来ない？なあ、そんなのばっかりだろ。昔はそんなの不可能だったからね。あらかじめ約束をして、この場所にきっちりと現れる。
それが結構信頼関係を作るのでも良かったりするわけですよ。じゃあさ、その前は誰？親。親か。何の用で来ましたの？そしたら。迎え。あ。お迎え。別の言葉で言ってみる。何の用で来てきたんだよ、そいつから。忘れた。打ち合わせってエンジニア。忘れたっつってんの？ね、親からそんな親からそんな不毛な電話かかってこねえよ。うん、やっぱりご認識が多いですね。まあ認識っていうよりはね、自分の都合のいいようにこいつが解釈してる感じですよね。まあそれでこいつが満足なんだったらそれでいいですけどね。おかげで誤解のオンパレードですよね。うん？なんだい？知らない。本当にね。ああ、それは言えるの。引っ張るのか。この上。今から垂れ下がってる若い人になるから見ててくれ。おう。お前の相手が必要なのよ。ほうほう。おう。タイミングが大事だから、言い終わったらすぐボタン離せ。よし、合図したら入っていってくれ。おう。入っていって。はい。ああ、難しいな。あ、そうなの。練習。お前がやりたかったんじゃねえかよ。でも付き合ってくれるんだ。律儀のやつだ。よし、あえてしたら入っていってくれ。おう。はい。はい。おお、いいじゃん。思ったより高いな。もうちょっと高くジャンプしないと届かねえや。また後でやろうぜ。練習。気になるんだろ？よし、あえてしたら入っていってくれ。おう。はい。いいジャンプだな。前より少し伸びたな。練習すりゃいけそうだこりゃ。そうか、もうちょっと後でまた練習してみよう。かっこいい。かっこいい。いいジャンプでしたね。それじゃあね、午前の部分はこれで終わろうと思います。また夜にね、ジャンプの練習に付き合おうと思います。うまくね、輪を引っ張ることができたらね、何か変化があると思うので、そちらもね、お見せできたらというふうに思います。はい、どうも、夜の部ですね。やっていこうと思います。なんでもね、フロッキーは、水槽のところにある輪のこと知ってるらしいです。で、細川さんはそれを知らないらしいし、資料にもないっていうことなんで、あれ何なんでしょうね、実際。ちょっと、やってみましょうね。いきなり下校言うたな。そこにおんのか。はいよ。はいはい。よし、今度はスプリンクラーね。いい感じになってきたぞ。よし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 。腹減ったぜおい。腹か。飯をこうしてね、ちょいちょい要求してくるのは健康の証なんで、いいことだと思いますね。食え食え。落ち着いたか。誰かいないの？なんだい？いるよ。
もう一回挑戦するらしいです。ちょっと待って。いくよ。おう。分かった。スプリンクラーうるさいけど。はいよ。はい。惜しい。スプリンクラー止まった。ちょっとだったのにな。あと一息だね。じゃあやってもらえますか。練習。お前やりたかったんじゃねえかよ。もう一息なんだろ。頑張ろうぜ。よし、入ってきたら入っていってくれ。おう、はい、はい、はい。お前リズム感悪いよ。あのね、俺一応アマチュアバンドのベーシストなんすわ。練習。おめえが気になるからやってんだよ。俺はなんならどっちでも構わねえんだよ。まあ何か分かってるに越したことはないですけどね。よし、帰ってきたら入っていってくれ。はい、行って。はい。おお、行った行った。お見事。お、何？あらららら、後ろの壁開いたよ。ジャングルに繋がってますね。で、おいおい、そりゃねえだろ。森林の匂い、とっても懐かしい匂い。わかるか？お前でさ、他人が吹き出した濁った空気吸ってる人間のお前に、さてと。俺んち田舎だよ。次の世代に命を受け継ぐ準備を始めるとするか。お前もさ、いつまでもゲーム機で遊んでばかりいないで、彼女でも見つけたらどうだ。さてと、俺もこの新天地でそろそろパートナーを見つけてたな。お前、しかしこんな森のどこに俺、もしかしてまた死んじまうんすか。廃業は卵産んで死んじまったけど、お前棒？あれ、ドリキャスのマークじゃねえか。まったくだ。そうなの？いや、何にも。なんだ？ドリームキャスト版は声が違うの？へえ。なるほど。ドリームキャストはもう製造中止だよ。マジか？マジで。何だよ。俺もそう思うよ。ドリキャストいいゲームでしたよね。今も欲しいもん俺。そうか。ちょっと待って。ここ、どこ？ここはな、
知らねえよそんな島。なんかドリキャス版の方がカラフルだね。そうだね。どうすんだこれ、この状況どうすんだよ。おい、俺当たり前ですけど、ライトもスプリンクラーもヒーターも効きませんね。どうするんだ、待つの、待つんでしょうね。かっこいい。仲間と会ってどんな気分なんでしょうね。いや、しかし後ろが開くとは思わんかったな。一日待ってくれっつったから、明日の夜か、しかも多分朝覗いてもまだ帰ってきてはいないでしょうね。というわけでね、今日のところはこれで終わろうと思います。で、明日のね、夜ですね、ドリームキャスト版のシーマンが戻ってくるのを待って、でも、交尾した後、死んじまうんだったら悲しいっすね。ハイヨの時も、まあまあ来ましたからね。そうじゃないことを祈ります。またね、このシーマンの続きやっていきます。で、シーマン以外にもね、マインクラフトとか、ドラクエの生配信とかね、東宝なんかもやっております。で、ゲーム以外にもね、ジムニーのカスタムとか、ベース弾いたりするような実写のね、コンテンツもございますので、よろしければね、チャンネル登録等々していただいて、それぞれ楽しんでいただけたらというふうに思います。だから何なのそれ。なんか、しかも若干楽しそうだからね。まあいいや。それでは今日はこの辺でお別れとなります。また次回の配信でお会いいたしましょう。